FM 香川勝かるおっさんラジオポッドキャスト版あの自民党の総裁選とか、あるいはいろんなその政党の、えー、と代表選挙とかいうのは。うん 我々国民にとっててみたら大して大きなな問題でではないんですかそれとも大きな問題なんですかまあそれはだけどよく言われるようにそ,のそれで総理が決まっちゃうからね大きな問題でしょうそれはね、うん。でそれで例えば自民党だったら総理が変わると同じ政党でも総理が変わると何がどれくらい変わるんですかちょっとあの あああままり興味がなかっったこともあってんアメリカだったら、もう全部役人から何から変わっちゃうけれど、はい、そうじゃなくて、そのまま引き継いでいきますから、はい、またそう、実際にはそのいくら公約してもね、うんはい、そう大きく変えられないことはまあ確かなんだけど、はい、まあ細かいところで、あのーうん、変えることは可能でしょうね、まあ、変わりますよね、それは。 その人がまた何年かやれば別ですよ、だけどね、すぐにはなかなか変えにくいですよね、日本のシステムだとね。あれだ、じゃあ、安倍の次だよ、安倍さんが今度なってですね、3年やると、じゃあ次、誰なんだと、じゃあ、田尾さんは次、例えばどんな人を想定しますか、僕、自民党だったら別に誰でも構わない。誰誰ででもわないじゃあすか 誰が、うん、こうだってそ,のそんな急に若い人はできないわけだしあ,<の>ある程度の経験がないとできないから僕一番の希望は、はい、あと戦える人っていうのはすごくちょっとた怒られるかもわからんけどい<や>ロシアと中国と、うん、北朝鮮は僕は基本的にだと思ったわけで特にその北朝鮮怒られないでしょだって。その 北朝鮮なんか特に誘拐をする、麻薬国家グルんで麻薬をやる、まあバイバイをする、な強奪をするとか武器を持つとか、もう基本的に要素が全部揃ってますよね。ネットでお金盗んじゃうしね。ドロボーだよ。するとね、やっぱりまあ。 だってやたらめたらあの人を傷つけるわけでないですからまあそれなりに存在をするその団体ではありますからそこと付き合う時には相手はまあだという大前提で交渉ができる人というのが僕の,そのまあ自民党にしろその他の政党でもえっとなんか政府与党に求めるトップに求める一番の要素なんです。 なんかこういろいろ聞いているとその対ロシア対中国は特にその相手がであるっていう大前提がほとんどなくて相手が。 基本的ににごく普通通話のじる国家の主席だというふうに思って交渉しているような気がして、仕方ないんですやっぱり人がいいんですよ、はっきり言って。それとさっき言ったように武器がないからね、交渉はすごく難しいんですよ、どことやるにしても、中国のやるにしてもね、武力で脅かされたらね、どうしようもないわけですから、今の状況では。 その中で、安倍さんがうまくすり抜けながらやってきて、いろいろ法的にも整備して、やってきて、最終的には憲法改正をやらない限りは、他国とまともな交渉はなかなかできないですよ、どんな人が来ても。だからね、それは憲法改正ね、いろいろ賛否ありますけど、少なくとも自衛隊の存在はやっと認めると。 でも、石破氏なんかはそれだけじゃ中途半端だと、こんな中途半端なことではだめだと、こういうんだけど、中途半端もずっと何十年できなかったわけでしょ、それは、彼自身だって。すごい進歩だと思いますから、それは少しずつやろうというのが、安倍さんのなんていうか考えだと思うんでね、突破口を開いてねそれ今この何年間やってきたわけですよね、それに対してね。 話し合いで解決すべきだっていうのがまだある、いっぱいあるけ、主流のようにあの聞こえてくるんですけど、僕、相手に話し合いでいい方向に解決した一般人って聞いたことないんですよ。<laughs> ないですよね。見え、うん、ないよそこはやっぱりね、うんうん、こっちもちょっとだけに、うん、なってもええんかなという気はするんですので、そうしないと対等に話ができないきよ,、ね、ような気がする。しょうがない。でうん、それができる人が、えっ、ー、と、希望です。そうですね。<laughs> うん 石破さんにできるのか、誰にできるんかわからんけど石場なんかできませんよ。えっと。でも一番もう終わりだから。小沢一郎さんは。ああ、小沢もうもう小沢もう終わった人だ。僕と同じ年ですけど。そうそう。小沢さん全盛期の時だったらひょっとしたらいやできない無理。いや無理じゃない。小沢無理無理でしょ。ああ。できないですよ。なかなかそう簡単にできないですよ。あの石場なんかもう本当にもう相殺に負けてですね。はい。 もう目ないですよ。小泉じゃ小泉ジュニアとかね。あのまだまだね。あの成長過程だから。すぐ過ぎてたらなかなかいないんですよ。私ちょっと個人的にあの茂木さんが好きなんです。あ茂木さん茂木さんね。あの経済は経済は経済はよくわかるしね。分かってるしね。はい。いいんだけどね。はい。あの党内の人望全然ないんだよ。そうですか。うん。これ不思議なんだけど。うん。 全然ない。なんでやろそれはね、なんかね、よくね、あの、部下を怒鳴ったりとかね、師匠、その、っていうのはまあ言われてるんですけど、まあそれもいろんな人がそうなんだけどね、結構政治家が多いけど、あの、とにかくあの、人望がない。だからその、茂木さんにくっついていこうっていう人が、ほとんどいないんじゃないあの、優秀な人なんだよ。茂木さんがマッキンゼでおられた時に、その、 まあ、何年か先輩で、マッキンゼーですごい優秀だったコンサルティングの人が、私ちょっと知り合いでいろいろ教わっているんですが、その人が茂木さんの当時のことをね、あいつは人たらしがとてもうまい。ただし、ビジネスの えー、プロブレムソ,ブソルビングか。問題解決能力は、はい、私の足元にも及ばないって言ってた。言ってたし、未だに言ってるんですよ。だ、うん、から僕はあの人にその、えー、ソリューションのなんかあの、えっ、ー、と、能力をさらにこう磨いてもらえば、かなりその、いろんな人と強気で話ができるんじゃないかと、ずっと思ってたんです,ですそしたら、 何年前だったか、アメリカで経済関係の日本とアメリカの交渉の時に、日本が茂木さんが出ていくっていうことになった時に、トランプさんやったかな、茂木か、手強いぞみたいな話があったという話があったのを聞いて、やっぱり茂木さん、すごいんやというような気がちょっとしたんですけどでもやっぱり、足りないまだまだ足りないんでしょうね、それは。じゃ誰かかかってななないいんですけど だから、もう一期やるっていうのは無理でしょうからね、また、自員と改正してやらなきゃいけないから。だから、まあ、一番スムーズなのは、僕は菅さんが、菅さんはやらないと自分では言ってるんですけど、菅さんは安倍さんとも毎日のように話をしたりね、今、ずっと支えてきた人だから、ノウハウもね、よく知ってるし。 だからつなぎと言っちゃ必要だけど短期であってもじゃあ、菅さんにやってもらってその後誰かにつなぐというのがいいかなと思いますけどこれはまあ分かりませんね、何が起こるか分かんないんでね。とはなんか戦うというよりもとはうまくやっていけそうな気はしますね。菅さんはね、苦労人ですしね、秋田から出てきてね、こちらの高校行って、自分で大学行ってね。 すごく苦労人なんですよ。だからその、うん、でも付き合えると思います。うんうん、それは。野党にはいません。野党全然いないですよ。<laughs> 誰もいないですよ。野党もう誰もいない。なんであんなことになったんですかね。あのなんか昔ちらっとなんかの。 橋本さんがいた頃に維新の会にこなんかええ人かなという感じのよが見えたんですけど橋本,、ね、橋本さんだけどもう政治に戻んないとまあ一応言ってますけどね、うん、も埋もれて全然名前も出てきませ、ね、んね、うん、あそこから出てこないとそうそう橋本さんはキャラクターとしてもよかったし、うんはい、勉強家だし、はい、あのー、まあ、うん、なんていうかいずれそういうことがあってもおかしくないかなと思ってたけど、はいうん、あのー なんていうか今現在ではもう政治はやらないとおっしゃってますけどねあ<ー>まあこれはどういうことになるかわかんないけどなんかひどい状態になりましたですね今自民党の中でしか今選択肢がないんですよ、ね、うんそうはないんだよ <laughs> だってだからそれはやっぱりさっきから言ってるようにその代案出せないからねうんあの野党もね、はい、うん 勝也マサ子、タオ加藤寿。行かれるおっさんラジオポッドキャスト版。行かれるおっさんラジオは FM 香川で毎週日曜午後6時から放送中。78.6 FM 香川。